はいどうも、ゆみチャンネルのゆみです。いやー、最近ね、暑くなってきましたね。もう梅雨にも入ってね、ちょっと雨も続いてるんで、ちょっと嫌な天気がね、続いてますけど、ちょっとね、暑いんで、ちょっと冷やし中華でもね、食べようかなと思って探してたら、なんかね、こんなものを見つけました。北海道山わさび混ぜそば。はい、全然ね、知らない商品で、僕も初めて見たんで、ちょっといろいろ商品の内容を見ていきましょう。北海道産山わさび使用で、北海道煮やぼし麺を使用してるそうです。ん？麺にわさびが塗り込まれてるのかな。どうなんだろう。あ、辛みが強い商品ですので、小さいお子様や辛みが苦手な方はご注意ください。ということは結構辛いんですかね。北海道産山わさびって有名なんですかね。僕北海道民ですけど、あまりわさびが有名だっていうのはちょっと知らなかったですね。裏を見ると、タレは北海道産山わさびと醤油を合わせたツンとした辛みが爽やかな味わいって書いてあります。ってことは麺にはわさびは塗り込まれてないっぽいですね。なるほど。じゃあね、冷たいのでもあったかいのでもどっちでもいいって書いてあるので、今日はね、せっかく暑いんで冷たいやつで食べてみようかなと思います。それじゃあね、もう調理は簡単なんで、もう作ったやつをここにボンと持ってきます。では行きますよ。よー、はい、できました。美味しそうです。はい、トッピングはね、きゅうりとちょっとお肉がなかったんでベーコン使いました。あとは昨日作ったね、あの煮卵トッピングしました。はい、それではいただきます。さあ、どんな味なんでしょうね。というよりはどれぐらいこうわさびが効いてるのかちょっと気になるところですけど、じゃあ一口目いただきます。程よくわさびが効いてますね。全然みんなうってなるほど辛くないっすよ。めっちゃちょうどいい。おいしい。さっきね、危なく冷やし中華の海苔でからし入れようとしちゃいました。わさびとからし混ぜたら大変なことになりますよね。昨日作った煮卵も、ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。醤油ベースにわさびが程よく効いてるタレでね、すごく美味しかったです。からしは入れなくて正解でしたね。麺もね、こういうインスタントタイプにしてはすごくコシがあってね、美味しかったですね。また見つけたら買って食べたいなと思いました。いやー、なんか本格的にね、暑くなってきたんで、こういうなんか夏につるっと食べれるような料理もちょっとこれから出していこうかなと思います。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。